それでは皆さんやってまいりました。8月の真夏、小事故後編スタートです。前回は伊藤聡さんに船釣りの手引きということで、船釣りに関しての注意だったり、準備だったり、船の漕ぎ方だったり、また船付けのやり方だったり、いろいろと懇切丁寧にご解説をいただいておりますので、ぜひ概要欄から前編の動画をご視聴ください。そして釣りに関しては提灯両断をやりましたけど、かなり激渋でした。いや本当に釣れなかったんですね。普段の小事故はこうではないらしいんですけれども、渋いながらお二人とも素晴らしいヘラを上げておられました。そして今回なんですけれども、午後は提灯ヒゲトロセット、この小事故の素晴らしいヘラブナを釣るべく試行錯誤しながら頑張っております。今回も伊藤さんにいろいろとご解説いただいておりますので、ぜひお楽しみください。それではスタートです。はい、午後の釣り、午前中はもう両団子バクバクが夢のようで、なんかかなり厳しい状況だったんで、おそらく昨日のなんかゲリラ的なその雨で、ちょっとあの水質も少し見てもらうと分かって濁ってるのと、水温と大きな変化がありすぎたみたいで、通常だともう打つところにえらい真っ黒っていうか見えるんですけど、今日は餌を打つところにももう全然見えないし、浮きの動きが何といってももう単発なんですよ。釣れるのが単発ならまだ我慢できるんですけど、浮きの動くのが単発っていうのはもうかなり厳しい状態で、両団子の釣りから午後はバラケに、ヒゲトロの提灯トロセットのセッティングで、2人でやっていますね。でこの釣りの特徴はまずハリスが短い。今僕のセッティングは上のハリスが10センチ、で下が18センチ。で針が上が8号で下が5号。で一つの餌でどっぷりなじませて、少し縦誘いをしながら、バラ検査が抜けちゃったらまず釣れないんで、とにかくここに誘っても馴染み幅が出てるようなバラケが、適してるんですね。でバラ検査は午前中やってた両団子の、革新とすごくを入れ替えですから、革新が2カップで、すごくが1カップで、そこに、水を1カップ入れて少し練っておいて、最後に浅棚1本で締める。ただ、革新とすごくを入れ替えたね、だけです。あと変えたところは、餌落ちメモリを、両団子の時は7目か8目出しにするんですけど、今度1個のバラ検査でもう沈没ギリギリまで入れていきたいんで、餌落ちメモリは5目出し。そう。で5目出しにして、1個のバラケーサでもしっかり馴染むように、このぐらいまで馴染むようにして、ここで持ちこたえて、パッとここにね消し込むぐらいの強い当たりがもうさっきから何回か出て、2枚釣れた。あ、今みたいな持ちこたえてて、パッとここに入る餌、団子餌が一番で、今空振りしてこんだけトロロコブが残ってきてるんですけど、やっぱこのぐらいちゃんと残ってない、意外と水中で魚に煽られるんで、取れちゃうんですよね餌が。それを抑えるために今日は下の針を、まあ、5号にしてるんですけど、5号でも6号でもとにかく大きい針でしっかりとトロコブが持つように、ね、しておいてもらった方が釣れると思います。今までこれがバラケにトロロ、ヒゲトロ、もしくは今日は極上トロロハードをつけてるんですけど、
やったことないっていう人はすごく難しくないし、意外とハリスが短いんで、もう明確に強く浮きが動くので、ぜひ9月10月ぐらいまでこの釣り有効なんで試してもらえれば、もう浮きをしっかり網に馴染ませておいて強い当たりを、これ今少しほらバラで抜けてきましたよね。だからもうこうなっちゃったら切っちゃった方が、でこの時にコブがちゃんと残ってるかどうか確認だけしといてもらえる。さあこの釣りでどれだけいいヘラが釣れるかね、後半戦スタートです。よろしくお願いします。ももさんも両団子の釣りからセッティング少し変えて、餌落ちメモリを変える、ハリスの長さを変える、あとはバラケーサも今までみたいにバラけるやつからちょっと持つタイプに変える。それでやってみましょう。はい、はい、OK。 おめえ何食ってんだよ、教えてもらってんのに。ブドウパンだよ。欲しい？何パン？イチゴか。一旦休憩です。おいおいおい。そうだよ、人間も食べないと。で、今日はね、そんなに暑くないからね、油断するけどね、水分だけは取っといたら。そう。わかりました。だからもう本当に最後はこうやって静かい。ああ、すごい。そっか、バラけちゃいますもんね。大丈夫大丈夫。あともう一個ぐらい大丈夫。その方が、はい、トップが少し太いから、そう、4目でもいいぐらいだったんで、はい、まあ、とりあえず5目出しにしてるから、はい、3目盛りぐらいは大丈夫よ。頑張って。わかりました。ちょっとおしねりを頑張って、うん、行ってみます。すごい、この提灯ヒゲセットっていう選手がやっぱ多かったんですよ。M1 も提灯ヒゲセットが多かったんですね。多かった。23人中多い時は半分ぐらいの選手が提灯ヒゲセット。で、それ理由は何かっていうと、やっぱりヘラが大きいんで気難しいんで、両団子ですごい難しい釣りをするんだったら、このヒゲセットにしちゃって、釣り込んだ方が釣りやすいって判断した人が多くて、確かに釣果も結構上がってたんで、管理家に限らず、本当両団子で迷ったらヒゲセットがいいですよ。逆にセット釣りの食わせだとうどんも有名じゃないですか、はいはい、そのうどんとヒゲの使い分けってどういう状況なんですか？もうかなり団子餌を食いそうな時で、なかなか団子餌両団子だと食わないっていうような試合だったら、ヒゲセットの方が有効だと。ただもうそれよりももうさらにもっと厳しい状態で、少
少し粒線みたいなやつを餌を入れて、バラケーサーとすごい遠くにいる魚を釣るっていうような時には固形物の方がいいですね。だから一番顕著なのがこのヒゲセットって、バラケーサーとヒゲの距離がもう接近線なんですよ。今日だって8センチじゃないですか、はい、でも固形物になるともっと遠巻きにしている魚を狙うんで、食わせを、簡単だとかうどんにこういうふうにしているでしょう。なるほど。だからそのばらけた粒子に対して近くに来る時だったらヒゲの方がいいし、遠くにいるような、もう遠くにしかいらんないっていうような状況だったら、ハリス段差をバラケと食わせ30センチぐらいつけた固形物の方がいいかもしれない。そういうあれなんですね。近くの魚を食わせるか、遠巻きの魚を食わせるかで、食わせもヒゲにするか固形物にするか。なるほどね。だから必然的に両団子をやっててヒゲセットってあるけど、両団子でダメだから固形物っていうのはちょっと少ないかもしれないね。今日釣れてんのは、ね、意外と段差取ったあの格風一発目が釣れてるね。こうやって見ると、だからよっぽどバラケ遠巻きにしちゃってるんだと思う。誘った、もう今の糸ずれだよね。一回誘って、それがゆっくり落っこってってドンって、浮きが入ったっていうか竿先まで入ったんだよね。うおー、あー、しかも結構やっぱいいサイズですね。落ちられてんね。そうですね、尾っぽが。仕込み。よかったね、今のね。その前からやっぱ見て、一回誘った瞬間に。今のも土下仕込みでしたね。だってこれだけしか遊びがないんだから、もうここで吸い込めば思いっきり重りのバランス崩れて浮きがパーンと入る。ダメだな、バラケのタッチが変わったら当たんなくなっちゃったな。
ナイス。どんな当たりした？すごい当たり。ましたすごい当たりだった。同型仕込みだったね今。奥の方に魚を寄せてもらっていいですか。おお、綺麗に見えててほしい。綺麗に見えててほしい。食ってる。あのね、はい、口と背びれについてるでしょ。はい、綺麗な選びな。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、よかったね。どうでした？気持ちよかった今のあたり。すごかったね。ズバッと入ったもんね。おめでとう。今回乗降した、小児湖、まあ、富士五湖の中の一つの湖、まあ、面積的には一番小さい湖なんですけど、フェラの量から言うとやっぱり濃い湖なんですね。で、釣り方も短い竿の浅い棚提灯、中尺の置き打ち、さらには長い竿、例えば24、25.5、27での底釣り、さまざまなシチュエーションで楽しめる湖です。で、私的には夏の時期、最高気温が30度になってももう本当に湿度が低くてスカッとした中で釣りが楽しめる、もうこの素晴らしいロケーションの中で池の動きを見てダイナミックな釣り味わってもらいたいですね。それでは一日小児湖長湖お疲れ様でした。お疲れ様でした。初めての小児湖、初めてのボート。うん、そうですね。いや、どこ行っちゃうんだろうなと。え、ど、帰りも、え、ど、どこ行くの、また一周行くのみたいな。それが経験。じゃあ、ボートの件は良しとして。はい。釣りだよ、あれや。小児湖としては相当渋かったんですか？1から10まで、ここに渋いがあると、9.5 ぐらいまで来た。激渋じゃないですか、これ。激渋だね。過去何十回も来てるけど、これだけ、打ってて魚が見えなかったり当たりが続かないっていうのは経験がないぐらい。だから2人持ってるわ。坊主じゃなくてよかった。そう、両団子で釣ったんだ。でも全部伊藤さんのレクチャーを受けてそのまま真似してやった結果なんだよ。よかった。船ってやっぱそんな難しくないじゃん。ちゃんと道具さえ置いてポジションに座って漕いでいけばもうポイントつくし、うん、あとは止め方は釣り場によって違うけど、今日みたいにロープがあるからそこにクラッチのとこで紐で言うわ。でもマイスペースで自分、あとは缶釣りともう一緒、全く一緒。ぜひね、乗ったことない、どうやったらいいのっていう人は今日の見てもらって。でもいい経験ができて、うん、ももちとしてもヘラシのねレベルがね一段ぐらい上がったんじゃない。階段が一歩ぐらい経験値はもうすごい、もう今日ので上がったし。でもね、多分宿題があるんだよ、私から、うん、できれば今期もう一回小児湖に来てください。多分もう別の湖ぐらいの、うん、また釣れちゃった、今度も40センチ超えてますっていう経験ができると思うんで、8月中9月中ぐらいまでもうずっと楽しめるんです。ありがとうございます。はい、それでは本当に今回は貴重な経験、そしていろいろと教えをいただきました。伊藤さん本当にありがとうございました。またぜひご一緒に聴講をさせていただいて、いろいろと勉強させていただければと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、それでは私はサップで失礼します。お疲れした。またこの小児湖必ずリベンジしたいと思います。